してました今10ターン2、3、4、5、6、7、8、9ちょうど、はいよ、OK 小さい9、たわんでる時間もう少し取って何喋ってんだバーッセットアップ終わってバーッと回ってきて、うん、この舵にかけた時にはこの角度がもう一生変わらないんですね、うんうん、だけど舵かけながら最後もう一段角度の面の入れ替えとかあれば、うん、曲線になるんだけどまっすぐにしか進まないの、うん、こういう風にほら面がギューって入ってくるお願いしますギューってくる、うん、だけど面が変わらないの連続でこうちょっと一回釣り上げてからこういう径が出るよ、はいね、打ち腰が下がりすぎちゃうと内足の処理曲げすぎなきゃいけないから内足と距離あった方が後々はいいからさ、はい、本当に打ち腰が低すぎちゃうから骨盤の縦割り次ウエスですお願いします一人で進んでるんだからその前の回転も学習してるんですこれ 谷もっと落とさなきゃならない谷に落とさなきゃならない長すぎるよ君が表で谷に滑ってるのちょっとウエスですお願いしますお願いします。行ってないんだろうな。肩肘はい。シュンちょっともう少し踏み込んで抜け。よろしくお願いします。よし。はいよ。抜け抜くもっと。ゆう。弱いな私はいこれラスト突きおーまあ1本か2本かちょっと様子見て今いいからね、うん、めっちゃいい、うん、トップ浮くってことはなんか後ろなんだろうね入れやすぎるんだねえキッタロウ行きますちょっとスケーティングがねちょっと素人っぽいです確かにまだバレちゃう踏み込まなきゃダメな谷回りでうわーなんて言って踏み込むなって言って次お前行きますお願いします踏み込むなあらもう伸ばしてくってか潰されないように乗るんだからわかるわかるいろいろだから見えないのねこの中心線狂うんですよそう縦軸のねだから、ウッドットってなんだよ、それをはい、次、ハサセンはい、で、軸がこう傾いてってその欲しい回転庫に合った内径角度まで行くまでに踏みつけちゃうから軸起きちゃうはいだからここは移動してってから踏む移動してって、これが切り替えのゾーンで学ばせるそれまで踏んでないスリットが行きます。お願いします。待って。
開放ヒャンちょっとエッチングの時間長くて、ただ落差出すぎてる、うん、次トナ行きます、お願いします。長い、いや、こういうとこしない、立ってたの、立ってた、うん、ちょっと幅は花道選んでるの、わざとああいうセコイとはあれはね、花道しかする、馬の背行けよって、お、リズムいいよ、いや、これ行けなかった、こっちに入れなかった、落ちてた、押せ押せ、もっと押し込まないと小さくなんない、はい、ああ。